第5セッションは働き方改革と生産性革新のテーマに議論を行います。お手元のタイムテーブルに記載のサブタイトルでしょうか。産業構造の激変に対応し、真に生産性革新につながる働き方改革のあり方を考えるということでございます。今日は初めに人口労働問題委員会委員長の木川さんより雇用労働法制度の改革に関する問題提起をいただきます。次に人材戦略と生産性革新委員会委員長の桜田さんより雇用労働法制の改正がなくても企業が自主的に推進すべき働き方改革や雇用労働慣行の見直しについて問題提起をいただきます。お二人からそれぞれ5分程度の問題提起をいただいた後国民議論を行いたいと思います。先ほどのセッションでは、話し始めると長い方が多数見受けられましたので、私 の, 司会の、私独断でですね、長い方は途中でストップをかけさせていただくこともありますので、議事進行につきましては、ぜひご協力お願いしたいと思います。できればまず、議論の意見のポイントからご説明いただいて、その後にその根拠を示していただくという、普通の企業経営においては、皆さんは部下にはその指導をなさっておられると思いますので、ぜひともよろしくお願い申し上げます。それでは木川委員長より問題提起をお願いします。はい、木川でございます。このテーマの渦のど真ん中であえている人間が問題提起をするっていうのは宿命なのかふさわしくないのかよくわかりませんが、私はどちらかというと、マクロ的な観点、制度問題を中心に、論点と、一部私が考えていることもできればお話はできればと思います。まず、マクロ的な問題ですね。まさに人口問題そのものが、起こしている事象というふうに捉えるとすれば、最大のポイントは労働力人口が減ってくる。でかつ、業種ごとに、産業構造が大きくこれから変わらざるを得ない中で、労働力の需給のミスマッチ、これが起きているということから言うと、ご覧いただくように、今でも、余剰のセクターがある一方で、将来を展望するとその、不足部分にいかに雇用を流動化し移していくかということがマクロ的には非常に大きなテーマになるんじゃないかということですね。でそしてまた、これも構造問題ですけれども、日本の労働市場のみならず、GDP で見てもそうですけれども、中小企業のウエイトが非常に高い。そしてまたその中小企業の生産性の問題が、日本経済全体の大きなテーマでもある、政治課題でもあるということと同時に、今申し上げたような、労働力を流動化しシフトをしていくというところの受け皿がやはりその産業、新しいその中から、成長産業を生み出していくという観点で、どうやったらそこに、労働力というのがいい形で生まれるかという問題があります。三次産業と言いましたけれども、僕は個人的な意見としては、一次産業と農業というのは成長産業になりうる、あるいはした方がいいという考えがありますが、その辺も含めて議論ができればというふうに思います。ご覧いただくように、産業別に見ると、余剰というふうに言っていいかどうか分かりませんが、政府セクターであったり製造業の一部であったりというものは、やはりこのままでいくと余剰人員をさらに抱えることになるんじゃないかということと、何よりも上の表でご覧いただくような中小企業、ここの議論を避けては通れないというふうに思います。そしてまた、これも産業別に見て、これは開業廃業の現状と開廃率ということで言うと、ご覧いただくような大きな差があります。やはり余剰セクターというふうにマクロ的に見えるところについて言う
ると、なかなか新陳代謝が進みにくい、そもそもの構造にある。これをどういうふうにするかという問題がここから浮かび上がるのかなというふうに思います。これをもう少しこう見て、ブレイクダウンするときにどうしてもサービス産業の生産性向上、そこにいい形での雇用を生み出す仕掛け、これを作り出すにはどうしたらいいか、ヘマをすると、この構造的な大きな変革の中で、AI も含めてテクノロジーをどんどん投下してサービス産業の、生産性を上げていく、これは不可欠の流れですけれども、そういう流れに乗れない中小企業であったり、あるいは一部の大企業も含めて、そういうところで働いている人たちが一体どうなるのか、というのを考えると、ひょっとしたらヘマをすると格差が広がるという流れができてしまうかもわからない、そうならないようにいい形で、ワークライフバランスを維持しながら流動化をいかに進めるかということがテーマかなというふうに思います。てなことを言ってますけれども、もう実は我々が、ある方だという前に世の中は政府も含めてですね、どんどん物事は先に進み始めます。我々の方が、後追いにならないように、この議論をしていかないといけないと思うんですが、ここのページではすでに、政府あるいはメディアも含めて働き方改革と言われる問題に関わるトピックをちょっとざっくり整理してあるんですが、大きく4つに分けてあります。それから行動プロフェッショナル制度創設、裁量労働制の見直しの問題、フレックスタイムの見直しの問題、これが1つ、そして時間外上限規制の問題が1つ、そして同一労働同一賃金の問題、そしてまた労働紛争の解決、これね、の金銭的な救済策、救済制度、こういったようなテーマが現実にトピックとして、もう毎日のように報道されているということであります。で、それに対してこれは政府あるいは国会での動きというスケジュール表ですが、その議論の中で大きなテーマである労基法の改正、これについては2015年に国法案が提出されたまま宙に浮いている状況というのがずっと続いていました。これが秋の臨時国会できちっと議論され成立をしていくという流れがどうしても時間的に必要だというふうに思いますが、昨今の政治政局がどうなるかというのを考えると、少し心配、これは全く個人的な印象でありますが、そんな感じもあります。労基法の改正のみならず、さまざまな制度改革というのが同時に進められて、できればこのスケジュール通り2019年度には新しい流れの中で動きが国全体で取れればいいなというふうには思います。そういう中でちょっと論点いくつもあるんですが、大きな論点として2つ、1つは雇用の流動性を高めていくために必要なこと、これは極めて総論的、マクロ的な視点です。少子化、高齢化、人口減少、労働力の不足、そして、需給のミスマッチ、業界のばらつき、そして格差問題、そういったような問題の中で、我が国が持続的に成長していくためには、いい形での、ワークラインバランスを維持しながら労働力の移動というものが円滑に進むことが不可欠だ、そういう流れを作るために一体何が必要なんだろうかということですが、これももうテーマとして、もうすでにいくつか出てるテーマをここで並べてるだけなんですけどね、一つは脱時間といいますね、昨日、弁護の会長と、総理がお話になって少し歩み寄りがあったように聞いてますけれども、この辺の労働環境、労働環境を改めると、あるいは成果を重視した形に チームの考え方を変えていくというふうな流れというのは不可欠だろうというふうに思います。その中で、既にどういう会としてはいくつも提言と提言書を出してますけどね、
そして2番目が、開国工事における救済制度ですね。労働者の権利を保護しながら、労働市場の柔軟性を向上させていくというのが大きなテーマで、労組織等で、この辺のガイドラインを早期に策定し流れを作るということが大事だと思います。ただここには書いてないんですが、これだけで本当にいいのかな、もう少し議論を深めていく必要があるのかなというのは、この事後型のものとは別に事前型というものも、我々は議論を蓋をせずに、例えば上階の中でも、勉強はしといた方がいいのか、グローバルな人材高等業という中で、やっぱりこの問題も蓋をせずに、議論はするとしておいた方がいいかなと、これも個人的な。そして3番目にやっぱり人材ですね。労働者の専門性、これをいかに高めるかという問題が非常に大事だというふうに思います。先ほどの議論の中で中野さんでしたかね、本当に、匠のような技術を身につけるにはものすごい時間かかるっていう話もありましたけどね、そういうところに本当に注目してどういうことができるかっていうのもきちっと見据えないといけない。その一方で、直近のところで、総理は人づくり革命みたいな話をされています。大学教育の消化という話がありましたけど、それより前にやることあるのかなというのもこれ個人的な意見であります。そして、論点の2番目、そういう中で先ほどから申し上げている中小企業サービスの、ここの生産性をいかに上げていくか、これがやはり雇用の流動化を進めながら、いい形で日本が成長していくためには非常に大事だというふうに思います。成長戦略そのものであり、ここのところの、長時間労働、これを是正していくという大きな流れと、そこでの処遇改善をするということは、この構造改革の中では大きなテーマというふうになりますし、ただ一方で、そこでの企業の、新陳代謝というものの推進というのは、これも不可欠ですね。これが一つ目、そして二つ目は、個々人の柔軟なニーズに応じた働き方というものを用意をするというのも不可欠だと思うし、そして何よりもダイバーシティが進まざるを得ない。高齢者の問題も含め、女性は当たり前ですけど、ね、高齢者も含め、そして、ここにもあまり書いてませんけれども、外国人の、労働力というものを本当どういうふうにこれから考えていったらいいのかというのも全ては問われないのかなというふうに思います。さまざまなテーマがあり、でもすでに有風されている、テーマばかりかも分かりませんが、皆さんの意見を頂戴できればと思います。以上です。はい、木原委員長ありがとうございました。それでは引き続き桜田委員長お願いいたします。それでは、総合理事長からお願いします。5分というのはこれですか、これ2回くらい倒れる。私は簡単です。ちょっと高前だからスタートするように感じになるかもしれませんが、私は先ほど木原さんから出ていただいたように、労働法制のその変、変更を待たずしてもできることがあるはずだということと、それから、何度も申し上げているんですけども、この同友会はもう20年ぐらい前から、この働き方改革については立派な提言をしています。なぜできないのかということについて本気で考えたのかということについて、自分自身としてなかなか答えたところがあります。で、多分こんなことなんだろうということで、したがって全体としては非常にマクロ、グローバルな話から入りますけれども、最終的な論点としてはこういうその程度というふうになるかもしれませんが、要は最初の振り子をどこで振るかということが企業人としては大事なんだ、つまりやってなんぼという世界に少しでも近づければな、これは私自身の経営の反省できていないという点を踏まえての論点ということでありますので、あらかじめご承知をいただければと思います。
最初のページはご存知の VUCAの世界でありますけれども、今回のご存知のダボス会議でもですね、このリスポンシブアンドリスポンシブルリーダーシップという言葉が出てきますが、この、迅速に反応しなきゃいけないが、しかしそれは責任を持ったリーダーシップを伴うことではいけない、この2つが出てきてました。これは要は、いろいろ皆さんが今日出てましたけども、コロナイゼーションやデジタルディスラプションという世界なので起きている格差拡大にどう対応しているかということに尽きるんだろうと思います。これが世界中で起きていることなんで、VUCAの世界、つまり何が起きるかわからない世界で、企業人として企業経営として何をすべきかという点については、先ほども質問ありましたけど、私個人としてはそんなたくさんないと思ってまして、5つぐらいかなと思ってます。だからこういう時代だからこそ、こういう時代だからこそですね、一つは、しっかりとした信念、ビジョンを持つ、確か、メルトなんだと思いますけど、最近、マネジメント・バイ・ビリーフと言ってましたけど、あれがまさに入れてみようかなと思います。何が起きるか分からないからこそ、自分の存在は何なのかということを問い詰めようじゃないか。二つが、ちょっと矛盾するんですけど、そのビジョンを持ちながらも、ライトフットプリントっていうんでしょうか、軍事用語らしいですけども、足跡も残らないぐらい早く走れと、動けと、つまりその臨機応変というのは戦場で最も求められるらしいんですけれども、そのためにはライフプリント、足跡が残らないような迅速な俊敏な行動が必要で、経営の差も同じで、こまめにですね、軌道修正しながら間違ったら変える、トライアンドエラーを繰り返しているということが必要で、したがって巨大なプロジェクトをガンガンやっていくよりは、ちっちゃく口の刻んだ方がいいのかな、刻んだ方がいいのかなというふうには個人的には思っています。3つ目は、複数のネタを持てるということなんです。これもご存じとしてくれませんが、やっぱり伏線化していくということなんです。最後は、やっぱりプラットフォーマー、先ほどGoogle等の話がありますけども、プラットフォーマーになるのもいいんですけども、このプラットフォームというのはご存じのとおり、レイヤーが使いますから、必ずしも一番最初のファーストプラットフォーマーになるんですよね。日本は、もしかしたら、セカンドサードのプラットフォーマーになれるんじゃないかと思います。時間がないです。最後は、タイマーですけども、イノベーションの事例の自己否定する文化が出るかどうかというのは、このVUCAの世界なんですが、言うは安の世界でありまして、そういった中で、日本の現状にもう一回立ち返ってみると、ご存じの通り3つの算定と言われています。これはもう繰り返しませんが、生産年齢人口の減少、それから生産性の低迷、OECD が35億になりましたけれども、22、エンゲージメント、これは企業に対する、あるいは経営に対する信頼というのが、OECD の中で最も低いのが日本の重要であります。こういった算定の現状がある。かつ、もう一つ、潜在成長率の観点では 0.5 とか 0.7 と言われてますが、この潜在成長率の3要素のうち、最初の2つはしっかりある。ジャブジャブとは言いませんが、しかし最大の課題で看板のように変わらないのがこの労働力でありまして、つまるところ日本を何とかするためにはこの生産性を上げるということに尽きるんじゃないかというと思います。これはサービス産業においてもそうですし、ごめんなさい、サービス産業においてもモデルですけども、マニュファクチャリングの世界、製造業においてもすでに製品のうちの 50% がサービス要素が含まれているわけですから、サービス産業というは何もその製造業以外のことを指すんじゃなくて、サービスを生み出す力の生産性をどう上げるかということに僕はポイントがあるんだと思って、したがって寝ても覚めても生産性というのがどう答えたなと思いました。そしてポイントは、先ほどのプロライゼーションデジタルの世界の格差という問題に対応することが必要ですので、格差を縮小極小化しつつ生産性を革新するという非常にこの難しい、ただ3次元方程式ほど難しくはないと思いますが、やらないということで、手前どもの委員会では、いや、古風なんですけども、未来志向の樽を知るサステナブルな成長社会というのを出そうじゃない、日本の目指す姿と提案したものです。さて、生産性なんですけども、XYZ という中で、X 軸、この稼ぐ力ということがやはり根底にあらなきゃいけないと思ってますが、要素は、これも社会性と2つです。労働力を増やす。生産性を革新するということですが、労働力を増やすことについては、先ほど木原さんが言いました通り、まずは女性さん、シニアの高活用、そして外国人、これはどういう順番でいくか、そして一点にやらなきゃいけない、議論はしなきゃいけないと思います。問題は次の生産性革新でして、
私はあえてここは人材の流動性を向上させる、ダイバーシティやインクルージョンを進展させる、それによってグッドクラッシュ、これは摩擦です、良いぶつかりという意味で使ってますけども、発生させる、そしてイノベーションという意味で伝えさせる、何らかの形でその生産性革新をするということは、まあ、イノベーションを起こすということが必要なわけで、イノベーションはどうやって起きるかというと、通常は自己破壊から、つまり自分を否定するところ、否定するということはぶつかり合いから起きますので、グッドクラッシュが必要です。そのグッドクラッシュを発生させるためには、企業の中で、グループの中で発生させるのはどうしたらいいかということなんですけども、まあ、ハンチントンじゃないですけど、文化と文化をぶつけるということに、あえてチャレンジするしかないし、これはここにいらっしゃる方々のような経営トップでしか多分できないんだろうと思います。そして、それが結局元になるのは、ダイバーシティ、そして人材流動性ということだろうと。最後ですけども、この最後もう一つ、この生産性革新のためにもう一つ、この文化っていうのは非常に僕は気になってまして、日本の良い文化、そして課題となる文化ってありますけども、まあ、最近流行の忖度って言葉を含めまして、単語壺、日本型観光、これ真面目にゆでがえるっていうのは造語なんですけども、ゆでがえる現象っていうのは皆さんご存知だと思いますけども、私はこれに真面目をつけました。手前どもの会社のことを指して言ってるんですけども、朝から晩まで、場合によっては休日も返上して、真面目にコツコツ働くんですけども、働いている中身が正しいことかどうかわからない。しかし、真面目なので変えることができない。変えない。気がついたら死んでいる。この状態が、もしかしたら日本の企業で起きていないだろうかという気がします。そして、これこそ私が言いたいことなんですけども、しかし、明治が頑張れば、日本にはですね、この3つの公の意識、あと組織で自分と取り込むという立派な精神構造がありました。これと先ほどの、そのノーマン、その格差を広げないという中で、新しい日本を作る、もしかしたら鍵になるんじゃないか、杉原さんも含めて、日本は再びと不安になられるんじゃないかというふうに考えております。さあ、したがって最後の論点というか、提起としましては、グッドクラッシュを起こすために何をすべきかということなんですが、文化の衝突を起こさないといけない。とすると、入社してから卒業まで一つの場所で、一つのグループで損するのではなく、いろんなところのいろんな文化と、あるいは、人とぶつかり合って、そして、アウケーメンしていくという仕組みを、何としても企業が中心となって、官公庁も、官の皆さんも含めてですね、巻き込んでいくべきではないかということです。それが一つ。二つ目は、みんなで一緒にということも大事ですけれども、やはり、ノブリス・オブリージュの思想を持った真のエリートの育成というのを、社会が、そして何よりも企業が作っていくべきで、みんなで一緒に頑張ろう、全員野球の世界ではおそらく、生産性革新は起きないんじゃないかという、ではちょっと、画面薄いですけども、お願いしたいです。まず私は失礼しました。以上です。はい、桜田委員長ありがとうございました。冒頭の木谷委員長のプレゼント問題提起に関しましては、特に雇用の流動性を高めるためにどういう制度でなるべきか、あるいはその中小企業活性化をするために何をなすべきか、そして、企業内のその人材教育、その人材教育というのは企業内だけではなくて、流動性を高めるためには、例えば政府がやるべき教育なんかもあるんではないかというようなご指摘、そして桜田委員長からは、グッドクラッシュを起こすために、結論としての論点は、新卒一括採用比率を下げて、キャリア採用を増やすべきではないか、あるいはその全体を引っ張る、リーダーの育成も必要ではないかというような論点について触れていただきました。またご意見の中には今申し上げた以外の多岐にわたる内容も含まれておりました。何分にもですね、私どものセッションは先ほどのセッションに10分短くございまして、しかもまたやや10分ぐらい遅れておりまして、これから与えられた時間でいうと11時40分ぐらいまでなんでしょうか。ということは35分ぐらいなので、3分ずつで、順調にいけば、10人ぐらいは、ご意見賜ることが可能でございますが、途中、ぜひですね、申し上げた通り、非常にコンパクトで、まとめた意見を言っていただければと思います。それでは、早速ですが、1番バッター、志賀さん、お願いします。3分以内で。はい、ありがとうございます。ですね、働き方改革のスタートとして、やっぱり私、
自治化採用もそうですが、まあ、もう本当にその教育のところにですね、やっぱり戻っていかなきゃいけないのが、ちょうど先週、学校と経営者の対話という交流会のあれで、高校の校長先生方40人ぐらいと、対話をしてたんですが、その高大接続、高校とから大学の接続ということで、やっぱりその、教育の仕方、システムのやり方が変えてきてるわけですが、やっぱりその、高校からはいかに偏差値の高い大学に行かせるか、それがもう、全ての使命になっているんですね。で、大学に入ると、いかに安定した大きな会社に就職できるか、この構造がですね、ライフシフトといわれるその生涯を、で学習、仕事、引退という3つのステージではなく、やっていかなきゃいけないと言われている中でですね、日本の教育体系が、障害教育を含めて、働き方改革に合っていないなというのがものすごく感じます。でそういう意味では、指数機械採用をやめる、プロフェッサー採用をやめる、メンバーシップ採用をやめる、プロフェッサー型採用を増やしていく、そういうようなですね、ことを、教育と企業が、社会、大学と社会、接続の力で考えるべきじゃないかな、そういうふうに思っています。あ、2分も経った。ご協力ありがとうございます。現在13名の方々って、おりまして、これでもうシャットアウトさせていただきます。で、ちょっと13名なので、短くなりまして、3分以内で今の石賀さんのようなまとめ方でお願いしたいと思います。誰からいきますかね。あ、向こうで書いてある。じゃあ斉藤さん、お願いします。サービス業といってもですね、今日数えたらご出席した半々なんですね、ほとんど。ただサービス業というのは第三次産業という括りなんで、いわゆるやはりサービス、いわゆるサービス産業というところに絞って、やはり業務を広める必要があると思うんですが、どうしてもそのいわゆるサービス産業は人を介してのビジネスというのが多い。そうすると、どうしてもこの安く働く人がいる限り、経営者は、反省しなきゃないんですが、人に頼ってしまうと。製造業はどんどん機械化したのにサービス産業が遅れてきたっていうのはそういうことだと思うんですね。ただ、今、少子化が起こっている。それと20年の、失われた20年というところで、いわゆる働く場所の少ない若者が多かったのが、今それが逆転現象になってますんで、今やらなかったら大変なことになるんではないかと。ですからそういう意味では社会的な圧力っていうのはいかに効率よくですね働いてもらうかと。それでそれを破るとですね、必ずもうブラックの絶対を貼られますから、企業が抹殺されるということもあり得るということで、そこのところは今やらなきゃいけない追い風だと思います。ただどうしてもですね、生産性のことを話すと、今なんていうんですかね、学者の方々、サービス学会というのもできたりしても、今、生産性部分から出ているサービス産業の比較等 の生産性の比較等に対して、いろんな議論が出てるんですね。だからそういうところを、やはり経済界からもですね、論理的に考えられる人たちがリーダーシップを取ってですね、意見を出していくということが必要じゃないかと思います。そういう意味でですね、私はサービス産業の委員長を6年続けたんですが、2年前から監査役に乗って1年間は続いたんですが、その後なんか地方創生と一緒になってピントがちょっとずれちゃったように感じますので、やはりこの生産性を上げるというようなことに焦点を合わせた、しかもそこがサービス業がネックだということでですね、そこに焦点を合わせた委員会というのは必要なんじゃないかなというふうには思います。それからやはりサービス産業の政府の方の体制がですね、経産省の中でもサービス産業はそんなに強い立場じゃない。それから5つ6つの省庁に分かれていると。でどちらかというと生産性について一生懸命考えるのは経産省ですが、その他はですね、なかなかこう権益とかそういう規制とかそういうところ中心なんで、ぜひ司令塔を作るべくですね、働きかける必要があるんじゃないかと思います。以上です。ありがとうございました。たし3分以内でございました。それでは次に、バルさんをお願いします。
まず全体の視点から言いますと、少子高齢化の中で企業がこれからやっていくためにあるいは生産性を上げるためにはやっぱり人材をどうやって確保するかということが非常に大事になると思います。でそういう観点から先ほど2つ目の、新卒の一括採用という話がありましたけれども、私はこれは企業によってあるいはその業態あるいは大きさによっていろんな形態が当然あってしかるべきで、これはどっちかというと目的じゃなくて結果としてこれ増えていくんだろうと。でなんで増えるかというといい人材を取ろうかと思ったらば、いろんな層から取らなきゃいけないし、途中からも取らなきゃいけない。で実態としてこれ起きてるわけで、これはむしろ目的よりは結果としてこれが増えていく。で増えた時にどうやって制度としてそれをサポートするかということをもうちょっとしっかりと作っていく。これは教育も含めてですけども、それが大事じゃないか。それからもう一つはですね、先ほどあった要は大企業と連合だけでいくら話したって労働者も会社もほんの一握りであって、問題は中小企業とか非正規とかそういった今交渉力がない人たちに対してどうやって、いい仕事をあれやってあの与えていくというか、まあ、そのための法制度をどうするかっていうのが多分一番問題で、今やってることはそれはそれなりにやってると思うんですけども、やっぱりこの非正規のところについてはまだ同一労働同一賃金ってこれ一緒には絶対ならないんですよね。ヨーロッパでも大体パートタイマーと正規の比率は給料で8割ぐらいです。日本が6割ぐらいだったんですけど、それをどうやって8割まで上げるのを先にやるべきだと思います。でそのためには単に給料を上げるんじゃなくて、やっぱり税と社会保障を通じた所得の再分配という制度をしっかりと作っていかないと、これは日本があまりにもそこはできてないというふうに思います。最後はもう一つ金銭開口ですけども、これ私はですね、もともとの無期雇用っていうのがいいかどうかっていうのはこれいろんな論点あると思うんですけども、今ここでやってることはさっき言った中小企業のほとんど退職金も何のお金を払わずに辞めている人があるということをどう救済するかと。だからとりあえずこの労働者救済としていうことをやどう今の書き方はですね、なんか一部金銭解雇というのをちらつかせながらこっちをやってて、だって金銭解雇すぐにはできないわけですから、まずは中小企業のその何て言うんですか、保護のところを優先してやるべきだと思います。以上です。はい、ありがとうございます。それでは次が橋本さんです。はい、ありがとうございます。3点あって、1つ目が、働き方改革の中で、いわゆる成果主義とか、そちらに持っているという観点なんですけども、やっぱりトップマネジメント、調子もなく執行役員、ここから審議やりましょう。で、日本の中で、確かに固定給付率が下がってですね、変動期を増やしてっていう形はできたものの、ペイフォーリファレンスは全くできてない。結果を見ると、できた人もできない人も 70%から100% ぐらいの力が欲しいという、そういう形ではやっぱりダメなので、上からやっぱり変えていくべきかというのが一つですね。二つ目は外国人のところで、技能実習制度、前出しとは言わないけども、外国人、コンビニに行けば一般されている、そういう人たちを直視してどういうふうに本当に使うのかということを日本として考えています。で、2020年のオリンピックまできちんとやらないと、これは非常に恥ずかしいことになるというふうに思うんですね。そういう意味では、技能実習制度に対する見直しというのをぜひ、提言をお願いしたいと。3つ目は IT の活用ということで、特に時間あるいは空間を選ばずにどこでも仕事ができるという意味では IT をもっともっと活用すべきだと思うんですね。まだまだその端末とかそういうのを持ち出すことを怖がって会社に来ないと仕事ができない、こういう環境の会社がいっぱいあるわけで、こういうのを怖がらずにですね、ぜひ働いた方々の中で IT というものを活用いただきたいということです。以上。はい、ありがとうございます。かなりスピーディーに検査が展開されているので大丈夫です。それでは、またお願いします。はい、ありがとうございます。一つはですね、いろいろな労働、雇用制度の改革をするときに無期雇用ということが前提になっているわけですね。それは要するに定年まで、ところが定年を過ぎた人に対してはそんな厳しいことやる必要ないんで、結構一遍雇ってみて、有能だったらば続けてもう一年やる。だけど有能でなければそこでやっていただく。そういう制度を
高齢者に対して導入するということはどうだろう。例えば10年契約というものがあるときに、その間に、あの町だったら辞めたという、そこは一つあると思います。それから、金銭解放の導入の仕方は、所得が高いところに入れるという考え方と、それから、あるいは、中小企業だけに限定してやるということとありますが、高齢者だけを最初にまず話に対象にしてみるということもあると思います。それから、根本的には、無非雇用の契約をやるときには、そういうふうに紙で書いて、それから、やめてもらうことがあるかもしれない、パフォーマンスによってやめてもらうことがあるかもしれないというときには、事前に紙に書けば、それは両方とも OK だということは、必ずしもその日本の裁判の判決と矛盾しているわけでもないようなので、それをまあきちんと書いて、書ければ、そういうふうにできるようにするということが必要なんだろう。だから、私、たまたま今、台湾のいろんな金銭解雇のことを調べてたんですが、台湾では非常に労働市場流動的なんですが、大体5年働けば5ヶ月分、10年働けば10ヶ月分の、保証をしなければならないと法律で定められるということで、でそれで大体法的に、情報がありますよね、10万とか20万であります。それから最後、ですね、先ほど志賀さんがおっしゃって非常に重要な点で、まず学校の方を変えなきゃいけないよというおっしゃったんですが、確かにその通りなんですが、もう一つの側面としてはですね、終身雇用が前提だったら、企業はその今、大学できちんと勉強しなくてやる必要もないんですよね。やっぱり大学の受験を通って、一応 その能力があるという人を雇った方が、いわゆる地頭のいい人、平均的に地頭のいい人を取った方が、後でいろいろこう変化した状況でいいということがある。だから、大学でもちゃんと教えないし、でも大学のブランド能力がすごくできる。それからもう一つは、やっぱり人があんまり動かない場合には、特に昔の場合には、友達がいいところに行ってる人で情報が集まるというのもある。そうするとやっぱりその終身雇用でないくなると、やっぱりそういう一般的能力よりは今何をしてる。半田先生はポジションですか。それ以上です。はい、はい、ありがとうございました。それでは中村さんお願いします。はい、皆さん、人材の流動化ということをしきりに言われるんですけども、うちの会社は本当に技能を主体にお客様に売ってる世界を考えるとですね、この教育にかける部分がすごく多くて、技能教育を徹底的にやります。それを考えるとですね、終身雇用を前提にしようということを管理者にも言ってます。そしてそれを具体的には企業というのは各人を求める技だということでずっと今まで言ってきました。そしてやっぱりそこがあるんで、思い切った教育スキルアップに金が投資ができるんですね。ですから流動化っていうのは確かにうちもそのうどまりがいいかっていうと結構やめていくんですけど、これ全部個人がやめたいってやめていく話で、企業側はもう絶対終身雇用だっていう形を崩さない方が本来、経営者としてはのマインドを持つ必要がある。そこで初めて教育がちゃんとやろうとかですね、でこれは海外のも従業員もやるんですけども、当然帰ったらジョブホッピングでぴょぴょやめたんですね。だけどそれはその社会貢献だと割り切ってます。それぐらいの形でやっぱり終身雇用ということを前提に考え直した方が日本のその企業の生産性が逆に上がるんじゃないかという考え方もあるんではないかなというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。それでは小林さんお願いします。今の中村さんのご意見と反対側になるかもしれませんけれども、同友会のではもうずっと人材の流動化と言っていながら未だにそれが話題になっているというので、これが進まない理由は何なのかというと、やはりその終身雇用をベースにしていて、教育がその企業の中で通用する教育しかしていない
ということで、その他にこういう従業員選択肢がないという、他に働く選択肢がなかなかないということが一つの原因だと思います。そういう意味では、その教育というのは、やはり人材教育というのは自分の自社のためだけではなくて、まあ、その産業の流動性ということを提供するという意味で、やはり積極的にやると。ですから終身雇用をベースでなくても、やはりやるべきではないかということが一つです。でもう一つはですね、最近言われたのは、日本はいいよねと、少子高齢化です。でなんでというと、やはりこれからその IoT が進むにあたって進んでいくと、雇用を創出するのが難しくなると。日本は人口減少だから、そこがうまくバランスで取れるだろうというふうに言われます。でこれはですから、人口減少というのは必ずしも負の側面だけではなくて、ポジティブに取ることも可能なんじゃないかと。やはりここでも必要なのは、これそれが起こると何が起こるかというと、雇用のミスマッチが大きく起こってくるということで、やはりここも学校も合わせて企業でも人材教育をしていかないと、自分のところにいる社員が使えなくなってしまうという問題があるかと思います。でこれは子どものとか若い人の教育だけではなくて、高齢者を活用していくというのであれば、やはり定年になる前にしっかり今一番必要なスキルをキャッチアップしてもらうということを恒常的につなげ続けていくような努力を企業がしなければ、雇用の流動性というのは確保できないんじゃないかというふうに思います。はい、ありがとうございます。ちょっとどんどんいきます。富山さん、お願いします。今のお二人の話、ちょっとある意味かぶってるんですけど、木原さん2ページ目のやつかな、市場労働省の全体の絵があって、でこの議論をするときに、割と僕はずれると思っているのは、中小企業の 70%、それからおそらく大企業 29% 書いてあるけども、このうちの多分 9%、 だから要するにこれは実は流動化してます。すげえ流動性がないです。でだから流動化をさせることが論点ではないんです。ここはまさに長野さんが言われたうちのバスの点なんだけど、流動化してるんです。だから流動化していることを前提にどうすれば海の生産性を上げられるかということを考えないと、流動化を回すことは答えではありません。それからもう一点、このゾーンで大事なことはやっぱり企業の新陳代謝です。圧倒的に企業の新陳代謝です。個別の労働者にとってもしょうがなくて、そうなっちゃうと、要は今やめれることがいっぱいあって、例えば信用調整でこれやめた方がいい、絶対に。要は要するにゾンビ企業の救済に作られてますから。それから政府系金融機関も最近悪用の事例が実際ありましたが、要は彼らの仕事は今、強気を助けて弱気を引かせることです。だからここは明確にやることは変えなきゃダメです。それからもう一点、これがだからまあ平均的に言われた。あと、最低賃金、私も上げた方がいいので、全席岩手県のですね、バス関係は特に1000円にしてください。うちはすごく助かります。あれだ、俺はバス産業だったりって全てが助かります。これが言ったんですよ。それがもう一つが、そこも全然違う。誰しもあるかもしれない。要するにエリートもし。これについてはもう間違いなく個人化していきます。で、実は今の議論で欠けてるのは、フリーランスワーカーどうするのかという問題と、副業の問題どうするのか、このゾーンは絶対フリーランスを副業化するんです。で、これについてどういうふうに労働市場を整備するかという議論が今のところほとんどまだされてない。ずっと必ず私たちと一緒に前にやった話が、これは抜けてるので、こうちゃんとやってる上という話が一つ。それからもう一つ、あとグローバルドットリーとして戦っていこうという人たちに関して、104日休めというのはやめてほしい。彼らにとって20代は最も貴重な自分を鍛える時期なんです。だからこれね、104日休めっていうのはね、西堀とか松山秀樹さんがいて、お前絶対104日練習するなって同じなんで、これナンセンスだもんやめてほしい。これは絶対に致命的なことをしますから、要するに彼らは日本だから日本の仕事をしなくなります。海外で自分を鍛えるときにどんどん人材のリスクを流すので、ここは104日休んだ人がいいようなゾーンがあることは僕も認めるけれども、少なくともね、コンサルティングのロシアルカンプとか、あるいは先端的な AI 開発やってる連中に104日休めてたら、彼らいたってアメリカ行っちゃうんです。私のこれじゃ、ここはぜひともちょっと考えの修正してもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは野次さん、お願いします。佐藤さんおっしゃった文化、日本の文化ですけど、じゃあ二つ変えたのがいいんですね。企業経営者と言います、ね。一つは、お客様は神様です。お客様の言うことは何でも聞けと言うから、定人をサービスしろと言われてもやるわけですよね。だから定人を電話かかってきたらもうサービスなくするなと。まあ、電通問題もそうですけど、長時間残業もそういうところには大いに
関係しているわけで、そういうお客さんの言うことは何でも聞くという文化を、まあ、日本だけですよね、そういうのは。それをまず変えないと、なかなか現場は苦労するだけだということだと思います。でもう一点はですね、何でも自慢主義にやっていると。で、これ一番の自慢主義の私の問題というのはソフトウェアなんですね、ERP。まあ、マイナンバーの話とかいろいろ出てますけど、もう日本ほど ERP を使ってない、パッケージを使ってない国はないんですね。でそれはどういう悪循環になっているかというと、何十万という若いソフトウェアの技術者がですね、もう企業とか金融機関とか役所とか言われた通り作るだけなんです。何も想像してない。もう本当に、その人たちが35億までしか働けなくて、ブラック企業と言われると。でこれはそのソフトウェア産業が悪いんじゃなくて、その根本はどこだというと、パッケージを使わない、まあ、金融化もそうですよね、もうみんな役所もみんなそれぞれ自分的なのに作ってると。だから一向にいいものがクラウドででも普及しないんですね。だから そういう前に考えていかんのは、根本原因は何だと、なぜなぜなぜをしてですね、根本原因のところを探りながら、好循環に持っていくような施策にしないとですね、長時間がダメだからこそ何がどうだという単純な話じゃなかなか日本みたいな複雑な国では、変わらんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。それでは古川さんお願いいたします。はい、私が社会投資学をやっているところはですね、極めて労働集約的で単純作業な現場なわけです。まあ、生産性を上げていくためにはロボット化ができれば一番いいわけですけど、そう簡単にはいかないわけで、片方では人手不足っていうのがですね、まあ、単純作業で労働集約的ですから、人手不足が恒常的に、起きているわけで、そこで先ほど橋本さんからお話がありましたけども、いわゆるその外国人労働者、いわゆるその技能実習という形でですね、外国人労働者に頼らざるを得ないと、やはり数十パーセントのやはり、比率の方々が働いているわけですけども、ちょっと考えますと、日本全体でどれだけのこういう形でですね、外国人の労働者が、技能実習という名のもとに、日本の現場を支えているのかと。こういった人たちが止まったらですね、一体全体どうなるんだろうかと、まあ、極めてそういう面ではですね、大きなリスクというか抱えながら、やむを得ずやってるんではなかろうかなと、そんな感じがするわけで、じゃあこういった問題についてですね、やはり、どのように考えてどのように取り組んでいくべきかということをですね、まあ、何らかの形で考えていく時期に来てるんではなかろうかなと。以上です。はい、ありがとうございます。それでは保田さんお願いします。はい、まあ、今朝のホットトピックで その、脱時間給を、まあ、英語の方々が、まあ、ある部分では認めたということで、まあ、高度プロフェッショナル制度という、まあ、対象が金融リーダー、アナリスト、コンサルタント、研究者、 そもそもあと1075万以上かつ本人の同意ということで、まあまあ、よく言われてますけども、きっと日本の労働人口の 0.7% しか対象じゃないと。で ここのところは、まあまあ、それなりにやればいいと思います。私どものコンサルタント会社ですけど、実はここに引っかかる人たちってのは非常に少なくてですね、1000万以上超えると、まあ、マネージャー職になったり管理職になってしまっているということで、まあ、これは、まあ、一つの加算としていいんですけど、やはり本丸がこれを他のどの業務に展開していくかというところを、まあ、しっかりと精査しながらですね、まあまあ、昔その成果主義が失敗したという時期もありましたけど、もう一回成果主義を徹底するというよりは、成果がちゃんと測れる業務は何なのかというのを冷静にこう見極めて、かつ AI にとって変わられるのはそうじゃないのか、またその成果はやっぱりちゃんとそれを業績に連動していくのか、ジョブ型にちゃんと設計できるのかというところを早急にやらないと、このコンセプトが、まあ、本当に横展開した時に本当に日本の生産性が、まあ、上がるんではないかなというのが1点目で、2つ目はこれもちょっと具体的なんですけども、まあ、この間内閣府の審議官が
まあ、あのトレーニングでハローワークの現場に行ったと。でそうするとですね、まあ、いろいろな問題があるんですけど、一つはやはりそのリトレーニングというか教育訓練のカリキュラムが古すぎると。ですからこれはあの特に中小企業の方にそういう必要もあるので、まあ、大企業中小企業がその中身をもう一回精査して何が本当に必要なのかだとか、これはいくらやっても AI にとって変わるからこんな訓練やめた方がいいなとかですね、まあ、その厚生労働省、まあ、あの経産省は一生懸命 AI が仕事はこれぐらいなくなるだとかいうあのプロジェクトたくさんやってますので、厚生労働省と経産省を連動するかとかですね、まあ、それが本当に、まあ、あの現場で起きていることなんです。そこを対応したいと、対応すべきだというふうに思います。はい、ありがとうございます。あと参加から大八木さんお願いします。2点申し上げます。そして私が言うことは、大変な間違いではありませんが、この働き方改革というのは、インプット側の話してるんですか、アウトプット側の話してるんですか、これちょっと明快にしていただきたい。なんとなくいわゆる不公正な社会を変革しようということは一生懸命安倍政権に言ってるんじゃないかなということでですね、これが生産性革新とどう結びつくか、ここのところはちょっと理解が私いってないんですよね。でこれは富山さんが言われたことですけど、これの肝がですね、要するにイノベーション、生産性というのはアウトプットのイノベーションをどういう形で起こしていくシステムを作るかということなんじゃないかなというふうに思いますから、どういう改革して、この働き方改革、生産性革新というのを発信するときは、要するにどういう方向でこれを捉えているかというところが一番肝になるんじゃないかなというふうに思います。2点目ですけども、これも社会システムの変革だと思いますが、採用の一括採用、これはですね、日本のトータルシステム、大企業から中小企業から、大企業から始まっていって、最後、中小企業まで行くまでの間の、このタイムラグというのも、ものすごい長い時間かけて収まっているんですね。これをですね、一括採用やるとこんな問題が出るかって言ってると、社会システムの変革には全然ならないと思います。それで私は桜田さんが言ってるね、キャリアをどんどん増やしていく、おそらくそのうちに変革が来るんじゃないかということで、最近大変素晴らしい会社が人材を放出するようになったので、日本の企業を大量に取り始めていると思うんですよね。こういう時が、まあ、チャンスなので、ある意味言うと捨てる会社が捨てる時を狙って、まあ、経営者一生懸命いい人材を取りに行くということじゃないかな、はい、この2つです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは中島さん、お願いします。はい、提言2つです。1つは兼業、出てます兼業は積極的な推奨をした方がいいと、当社もやってるんですけども、いくつらい理由があります。1つはやっぱりその労働の、その労働時間不足ってなんですけど、必ずしも1人必要ないというか 0.5 人とか少数点で人材移動ができると、それで十分ということはあるとか、ちょっとエンジニアとかデザイナーとか、その転職からできる形って、0.2 人分欲しいとか、そういうことも結構あるので、転職することで人材の補充がしやすくなる。それから2つ目の理由としては、人材育成に役に立つということで、対外試合をやるようなものなので、うちの若手を見てても研究やってる人の方が成長スピードが早いなというふうに思います。多少離職リスクはあるんですけども、その場合は社会に適応したというふうなことで研究を推奨。それから3つ目は、今日もありましたけど、高齢者の方のキャリアを考えるときに、シングルタスクで60、70までやって、次何やろうということで止まっちゃうと思うんですけども、まあ、100床というのは、その100個仕事できるという意味があって、田舎だと農業もやるけど、大工もやるし、その観光業もやるしみたいなことで、突然仕事がなくなるということはないと思うんですが、一つの会社にしか属してないと、どうしていいか分からなくなるということで、そういうことを防ぐためにも、高齢の方、高齢というか、その若い人たちだけじゃなくて、積極的に研究を推奨していくのが有効じゃないかなというふうに思います。で、2つ目の提言は、テクノロジーに関するその経営者のリテラシーを上げていくという必要があるなというふうに思います。テクノロジーをどういうふうに活用するかを経営者自体がどんどん理解を進める。で、そういう意味で、今日ペーパーレスなのはすごいいいなというふうに思うので、全ての会議ペーパーレスにして、どういう会の、それだと嫌だっていう人はご退会いただいてもいいんじゃないかなと思
もはや無理だと思うんですけど、そういう人がこれからの経営を語るのは無理じゃないかと思います。あとは小林さんもぜひツイッターをですね、今のその口調のままやっていただいて、小林さんらしいツイッターで、なんとか小林さんみたいなふうに、動画自体がテクノロジーをですね、プロの取り入れてもらうというような状況です。はい、ありがとうございます。鈴田さん、市川さん、お願いします。はい、働き方改革の議論なんですけども、やっぱり僕は今回の大事なポイントはですね、働く人の意識、そのものの改革っていうものをですね、しっかり進めないと、本質的な生産性の向上も含めてですね、会社の業績、成長につながってこないんじゃないかなというふうに思っています。そのためにはですね、本当に現場で働いている人たちが生き生きとですね、前向きに仕事しているのかどうかという点をですね、やっぱり常にモニタリングしておく必要があるかなというふうに思います。もちろん、ご提案、さまざまな制度改革が行われておりますので、この制度を整える、会社なり、社会としてですね、そういう働く人たちをサポートする、そういう仕組みはいろいろ導入するということは最も大切なんですけれども、問題はやっぱりそれを有効に現場は本当に使い切っているのかどうかということも、モニタリングする必要があると思います。そういう意味では、教育の話出てましたですけれども、従業員そのものの教育に加えてですね、やはりその直属の上司ですとか、管理職ですとか、支店長クラスのですね、ある程度の経営層に近い部分の、人たちのですね、教育っていうのが実は非常に重要になるかなというふうに思っています。現場と会話をしながらですね、成果もきちんと見つめてですね、議論ができる、そういう企業風土の醸成なしではですね、制度改革も前に進まないんじゃないかなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。皆様のご協力を得まして、スムーズに40分以内に余すところ2分ぐらいありまして、最後どうしてもこれ言いたいとかっていう方いらっしゃいますか？よろしいですか？すいません。じゃあ田山さん2分以内。はい、大井さんの話です。結局、働き方改革の目的が社会政策なのか、生産性と賃金の上昇を通じた成長性政策なのか、ここがやっぱはっきりしたいのがあるわけですよ。で、どうしても政権基盤が脆弱になっていくと、どうしても社会政策に呼んでいくし、さっきの費用の新陳代謝もなぜそこに本当に手つけられなかったか、やっぱり選挙は怖いんですよね。ということなんで、ここはやっぱり同友会としては、この問題っていうのは、やっぱり本丸の成長戦略っていうことをやっぱり明示的に出していくべきだし、で本当に持続的な、例えば今、年配の人たちの生活を向上するのは、やっぱり本丸はやっぱり所得再分配じゃなくて、本丸はやっぱり生産性の向上とした賃金の向上なんですよ。だからここはやっぱり先生どうぞ言っていた方がおっしゃると思います。はい、ありがとうございます。はい、片野さん、1分ないですけど、まあいいです。はい、先ほど、西村さんもですね、働く人の意識改革が大事で、最後の労働制10年ぐらいまで入れた企業の方々の話を聞いたときにですね、結局は6章が来て、その研究職の人たちをインタビューしていくんですね。不満だらけなんですね。当たり前、今まで20万円もらったのが10万ぐらい持っちゃったのが不満なんですよ。ここを突っ込まれて、行きました。で、こう、潰れていくんですね。で、そうすると、やはりその、働く人の意識改革が変わらないと、休みを取って、で、ワークライフバランスという意識をつけないと、何だろうということで、本当に大事だと思います。はい、ありがとうございます。それではですね、本セッションの締めくくりといたしまして、まずは被害委員長、たくさん出た意見に対して、絞られた絵で、なんか、ご理解をお願いします。たくさんの意見ありがとうございました。まだ委員会には制服委員長の顔合わせもしてない状況で、これから今日の議論はその時のスタート台としては大変役に立たせていただいていると思います。それでちょっと一つだけ申し上げると、先ほど小林さんがおっしゃったんですけれども、人口減少、という問題、これはもう省略条件なんですが、
これに対して、まあ、その悪影響をできるだけ小さくしようよっていう改革なのか、あるいはそれを逆手にとって、もうそういうのに適合して新しい社会構造を作るかって、この2つ、これも整理の仕方があると思うんですよね。まあ、できれば僕はその後者のアダプテーション、ミチゲーションじゃなくてアダプテーション、適合するそういう社会で、先ほどキャプテンがおっしゃったまさに成長戦略として、どう考えるべきかという軸で、まとめれば議論していければいいなというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。それでは桜田委員長お願いします。はい、本当にたくさんありがとうございます。一つ一つ同じで言ったんですけど、その政府が出しているその骨太の方針の中の1兆メートル、一番最初に働き方改革と書いてあって、そしていきなり同一労働同一賃金と来てるんですね。これ別にどこに住まないこれかよっていう感じがします。これがその本当にその成長戦略に一番最初に来る話だと思います。大変ないこの政治が出した方針だなというふうに正直思って次第です。そして生産性を上げるためにどうするかっていうのも当たり前でありまして、今回この時期に、まあ、長期政権のこの時期にですね、生産性改革を本気で本気でやらないと日本はもう将来ないだろうという意味において、これは絶対にアウトプット、つまり、アウトプット思考であると思っています。そのために何をするか、怖い怖い怖い繰り返すって野井さんおっしゃったんですけども、みんなそう言ってるんだけど、なんでできなかったんだ、なんでできなかったんだって 3,4 回繰り返していくとですね、どうやら意識の問題、先ほどその従業員の気持ちが大事だとおっしゃったけども、経営も従業員も実はあんまり変わりたくないと思ってるんじゃないかっていうところにたどり着いてしまったんです。日本人はもしかしたら変わりたくないのかもしれない、ゆっくり死んでいくってことの方が気持ちいいと思ってる人はとんでもないそこまでいくつもありませんが、それくらい期間を僕は持って本件に臨んでいると思ってますが、もう一回言いますけども、だからといって私できたわけないです。これから政府委員長を座っていただいて、みんなで責任を分担しながら、ここでやっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、両委員長ありがとうございました。最後に司会者として、本選手との議論を定時化にまとめるということになっておりますので、お許しください。私は政府の中で、農業改革ばかりやってるイメージがあるんですけども、昨年の大半は実はこの働き方改革っていうその働き方実現会議にかなり時間を食ったのと、それからその手前に松山さんに参画していただいたり、それから、企業は小松さんと、そしてそれからお隣のヤマトの、社長とですが、小松さんの人事の方が出ていただきました。それでそれは厚労省の中で、議論してまとめた提言を発表したんですけど、まあ、そちらの方が、まあ、私的には本丸っていうか本物っていうふうに思ってるんですが、でそこで感じたのはですね、労働法制っていうのはやはり今の社会に合ってないと。それはその合ってないっていうのは、その委員会の中の一人の委員は気仙沼で、高級なセーターを、もともとは漁港の漁師の、漁網をですね、編んでらっしゃった網手を組織化をして商品化をしてブランド化をして、しかも相当高い、まあ、1枚が15万とか20万とかというセーターとして売ってらっしゃる、安く売ってるわけじゃないんですけど、その、まあ、三谷さんという委員が参画していただいたんですけど、労働法制における労働法の、守るべき対象者には個人労働、個人事業主はいないということなので、実は本来網手さんの方が、私は社会としては、その雇用のあり方ですとかそれ以外のことを守らなきゃいけないんじゃないかと思いますが、これはもうがっさりですね、これは労働基準法の対象外ということになっていて、だから本来守るべき人を守っていなくて、もう割と自律的に、まあ、例えばその一流企業を出て、一流大学を出て一流企業に入って、でそこで、まあ、かなりですね、保護された環境下にいらっしゃる人を一生懸命まだ守ろうとしているような気がいたしました。まあ、そういう意味では、相当我々はその新しいその日本の社会に対して、デザインなき、実は働き方改革っていうその会議体が昨年スタートして、でかなり働き方実現会議では双方、私は連合の人たちと
議論したかったんですけど、議論というのはなく、まあ、一方通行で意見を言った後にまとまったということでございます。一応皆様からいただいた意見もまさしく多様な意見を賜りました。そういう意味ではこの働き方改革というのは、政府は多分この臨時の国会でですね、この法案を修正しながら通して、それでそれがゴールのように多分思ってしまいますので、私どもはぜひ木谷委員長のもとですね、特に稼ぎ方、個人の稼ぎ方と企業の稼ぎ方と個人の働き方と、それから企業が提供するような働き方っていうのをトータルで、ぜひ議論していただいて、我々がその働き方、真の働き方改革パート2みたいなものが出せばいいんじゃないかなというふうに思った次第でございます。それでは最後にご質問させていただきます。まさに面白い論点だと思うんですけど、まあ、XYZ ですれば当然 X 軸、その生産性アップアウトプットであるけれども、それをやるためには Y 軸のイノベーションも IT も、あるいは Z 軸のモラルっていうか、やっぱり働き手の心っていうか、これが必要なんじゃないかなと思うんですが、それにしちゃその先ほどの104日とかね、1075万ですか、まあ、管理職にしちゃえばそれまでだっていう話もあって、なんかあるいは100時間未満とか以下とかいうところにえらく時間とこだわりを持っちゃって、なんか本当の本質的な議論がやっぱりなされてないな。でそこのところあたりをどういうか本気になって、その X 軸を上げるんだっていうところをもう一回 YZ との連関性も含めて議論したいなという感じを受けました。以上です。はい、ありがとうございました。皆様の多大なるご協力によりまして、時間内にいい診療できそうでございます。本当にありがとうございました。委員長どうもありがとうございました。